YouTube が規約変更するということで、うんうん、にわかにこの、まあ、これ撮ってるのが11月の半ばですけど、はい、YouTube 業界が騒いでますね。騒いでますね。だいぶこう波が立ってますね。大きく分けて2つですかね。うんうん、まあ、採算が取れない場合、削除する可能性がありますっていうふうに書いてあるんですけど、うんうん、はい、まあ、それの問題と、そうですね、あともう一つは、子供向けの動画に対して、規制が入りますよと。そうですね。いうことですね。うん、まあ、見た感じ、僕も見ましたけど、うん、そんな、騒ぐことかな。まあ、確か子供向けチャンネルに関しては、うん、まあ、かなり厳しいかなっていうか、多分収益は少し減るだろうなとは思いますね。まあね、まあ、広告出なくなるわけじゃないんですけどね。そうですね。パーソナライズド広告って言って、うん、夜コッパっていうね。自動オンラインプライバシー保護法。うん。うん、米国の法律ですけども、はい、いわゆる親が子供に対して守る権利を持っていて、うんうん、危険にさらされるんで、うん、いろんなその保護を、まあ、社会に要求するっていう、まあ、考え方で、子供の情報っていうのをむやみに取ってはいけないっていうことですね。うんうんうん、まあ、オンラインで、情報収集されてしまうので、そうですね、だから子供向けに関してはその人に合った広告を表示するんではなくて、うん、まあ、自動的に何か表示するんですね。そのコンテンツに合う広告を、そうですね、表示する、その人に合ったっていうわけではなくて、でその子供向けの場合はちゃんと申告をしてくださいと、うん、で、まあ、僕らの方にもすぐチャンネルの中で ね、 そうですね、これは子供向けの動画が全てが動画ですかとか、うんうん、全て違うか、うん、まあ、毎回チェックするかとか、そうですね、まあ、僕らのは間違いなく子供向けではないので、ね、で子供向けって何歳っていうのが書かれてないんですよ、うんうん、で、まあ、一応ねアメリカの方は13歳未満、13歳っていうふうには、まあ、だから小学生未満っていうことですけど、国によってはそれ以上になる可能性がありますという表記もあると、うん、じゃあ日本では何歳っていうことなんですけど、うん、まあ、13歳、どうなんですかね。まあ、難しいですけどね。まあ、でも、ただ、単純に言えば、子供に対して有害なものっていうのを、社会全体で排斥するっていう考え方は、それは普通なんで。いい、普通じゃないですか。もう YouTube もテレビみたいになっちゃうんじゃないのとか。ああ、あり得るでしょうね。でも、昔のテレビも大概やったけどね。まあまあまあ、かなりね、過激な。だって、ゴールデンタイムにね、女性の裸出てたりするから、ちょっとさすがにその時代には戻れないでしょうっていう。さすがにね、確かに。思うよね。タイトルの付け方とか、まあ、なんか、そういうので規制になったり。うん、規制されるとどうなるかですけど、ですけどね、基本的になんかコメントが付けられなくなったり。うんうんうん、コメントがもうすでに削除されてしまったり、うん、チャンネルのベルが使えなかったり、コミュニティが使えなかったりっていうような、うん、まあそういうような規制が入ったりしますということですね。おおむね特に問題ないかなっていうか、ただまあ子供向けのね、キッズチャンネルっていうか、例えば結構昔から大手にいる人たちは、うん、結構ね、結構子供向けの動画ですからね、うんうん。ガジェット系は別だと思うけど、うん、例えばゲーム実況とかどうなの？まあ、確かにだから難しいゲームだったらちょっと子供向けじゃないけど、マイクラとか正直子供もやるんでね、うん、まあまあやるでしょうね。なんで喋り方もやっぱ子供向けの喋り方じゃないですか。ああ、まあそうか、そうかそうか、なんかキャラクター作ってさ、ああ、まあそうですね。これじゃあなっちゃうんでしょうね。なるでしょうね、うん、ゲームでもそのこと言うと全般そうなりそうですけどね。例えばバイオハザードとか、うん、ああいうようなものはキッズ向けじゃないでしょうね。ある指定されてます。まあまあそうかそうか、ややこしいですね。そうですね、子供向けではないって、どうしたらいいですかね。逆に子供向けではないっていう動画を子供が見てるときに映らないようにできるんですかね。一応 YouTube ってチャンネルアナリティクス見ると視聴者の年齢って僕ら見えるじゃないですか。結構、ね、はい、分かってるはずなんですよね。そうですね、 YouTube 側としては、うん、だからいくらでもロジック組んで見させないようにできるとは思うんですけど、抵抗してるんじゃないですかね、うん、やっぱそこら辺は。ああ、なるほど。それをやるのはいいけど、うん、やったらやっぱり健全性がなくなってしまうというか、ここら辺なんかね、うん、2チャンネルのひろゆきさんとかここら辺が言っている、そのそういう規制が入ってる時点でなんか本音じゃないみたいな、うんうん、分からない気はない。まあなんかもうね、 YouTube が楽しいのはそういうところもあるんだろうか。まあそうですよね。でもやっぱこう確かにそのね、親がそういうふうに思うとか子供の権利とかって考えると、社会全体の免疫とそのね、うん、比較するわけではないけど、何らかの規制は必要なんだろうっていうふうに判断でしょうね、うん、まあ、実際に莫大な損害賠償金っていうか、うん、そういうのものが、まあ、和解のためになったので、うん、まあ、何らかの規制が入るっていうのは当然だけど、うん、でその規制もね徐々に変化していくと思うので、まあそうでしょうね。ただ有料なコンテンツっていうのは昔から変わらないので、うん、Google もガイドラインっていうのは
出していて、ね、子供向けの配慮っていうことはちゃんとガイドラインに入ってますので、うん、やっぱり過激な言葉であったりとか、うん、サムネもね、うん、なんか子供見たらちょっとダメなものとか、うん、なんか嫌な気持ちになるものとかっていうのは排除する方向にある、はい、まあ、僕らもコミュニティガイドライン違反っていうのは何回か受けて、うん、ちゃんと説明をしたらそれは誤解だったっていうのは分かるので、多分ですね AI とか使ってとりあえず自動検出で出してるとは思うんですよ。そうでしょうね、まずは。ただまあそれ見たらちゃんと申告すれば、うん、ちゃんと人間の人が、うん、見てくれる、見てくれるっていうことなの で、うん、でそれをもう多分すぐに判断されたんだと思うんですけども、うんうん、なんでっていうふうには思うけど、まあそうですね、大体これかなっていうのはあるんですけどね、うん、でも違うしってまあね、まあ完全なるねオリジナルコンテンツですから、何かね、まあ、そうですね、そういうお仕事もないから、そうですね、ネタとか記事とかはね、そのニュース、ね、あ、まあソースとしてね、それはありますけど、ありますけど、その見解ですから、うんうんうん、まあちょっとねそこら辺が違いますけど、著作権違反はないですけど、まあそこはない、まあ、逆にねされることの方がありますね、うん、ありますね、はい、うん、ちょっとね収益モデルが変わってしまうっていうのはなんかあるかもしれないですね。そうですね、僕らなんてね別に広告ずっとつけてなかったわけですから、いや逆にねそのお話で、うん、まあちょっと次のね採算が取れないっていうのを、うん、あれはちょっとドキッてしました。確かに、あれやばいかやばいかって思ったんですよ、ね、YouTube 側として僕らという存在が全く意味のないただのいいっていうふうに言われるとね、うん、まあただそういう意味合いではないだったですね本文を見てもそうだし、うんうん、解説をちゃんと Twitter とか、ね、その解説を見ても、うん、そういう意味ではないっていうのが分かって、うん、機能として今コミュニティとかありますけど、僕らは使ってない、使ってる方も結構いらっしゃるので、それが採算としてどうかっていうことですかね、うん、まあ、それとか YouTube のいろいろな機能を制限したり、例えば削除したりとかすることがありますよ、うん、Google 今までずっとやってきてるやん、ね、もう作っては消し作っては消し、うん、いいのがあったね、これ便利やったのにっていうのが結構あるんですよ ね、 そうそうそう、ね、グループ一緒ですから、 Google プラスとかもそうでしたね、 あ、 ありましたね、はい、RSSね、うん、それはそうでしょうねっていう感じですね。まあそうですね、うん、まあ当たり前だよね、うん、無料で使って広告モデルなんで、うん、まあサービス切ることは事前にありますよっていうことを、まあ知らせただけと。そうですね、ですね、僕らにとっては大丈夫ですけど、うん、でもなんか最初一瞬ドキッとしました。しましたね、あれ、あ、広告つけなきゃダメだと思って、あ、やっぱりそうかみたいな、採算に乗るとかってどのラインなんだとか、ああなんか思いましたね、うん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 、多分今3万人ちょっと超えたぐらいですけど、さすがに3万人切ることがないでしょとかって思うけどでもね分かんないですからね、そう、うん、まあだから広告なんか、まあ、僕らはね自社コンテンツダメっていうことですけど、うん、でもそれは全然ね YouTube の規約には批判してないので、そうですね、まあちゃんとねガイドラインに沿ってやっていれば、うん、特に問題はないんですが、うん、まあ別にそのガチガチにこうなんかこうね忖度してやろうとも思わないし、うん、ちゃんと伝えたい情報は伝えたいというか、うん、まあ広告収入が 入ろうがなかろうが、うん、関係なく伝えたいことは伝えると、そうですね、僕らそのスタンスでいくので、うん、まあそのために収益っていうのを受けないっていう、うん、YouTube はもう完全に僕らのコンテンツいらないっていう、まあ、別のところに出しますけど、ね、そうですね、それでいくしかないです、ね、っていうか自社サーバーで出しますから、ね、まあそうですね、まあ、人が集まるかどうかは別として、 Twitter とかさ、うん、そっちの方まだ全然やってないですけど、全くですね、うん、そっちの方でこうねお知らせして、うん、まあ、見たいという方は見ていただきたいというような感じでね、うん、そうですね、いくらでも方法はある、うん、まあ、表現としては、まあ、接点をどこに持つかっていう話ですからね。そうですね、まあ、YouTube はやっぱり楽だし、うん、アップするのも楽だし、やっぱり収穫効果としては半端ないので、強いですよね、やっぱ関連動画がっていうのがやっぱ強い。そうですね、うん、まあ、だからそういう意味ではやっぱり、うん、続けていきたいなと思うんですけど、今後どうなっていくかね、まあ来年からですけど、そうですね、うん、まあちょっと僕らもね YouTuber なのかどうかは分かんないですけど、ちょっとその端っこにちょっと、そっとね、ちょっとそっといながらも、うん、なんかいろんなチャンネルのね、僕らもユーザーとして楽しんでる人間の一人でもあるので、そうですね、まあ、そこら辺はね、なんか、まあ、いろいろこううまく運んでくれればいいかなというふうに思いますね。僕らのチャンネルに関しては全く何の影響もない、何の影響もないですね、うん、いうものでした。なので、はい、発表も多分これは後送りになってくるのかなと、まあ、そうでしょうねはい、うん、まあ、そんな感じでございます、はい、まあ、そんな雑談でございました。はい。